さん、今回メンタルのルーにしましょうかルー、まあ、メンタルメンタルとかなんかやる気とかなんかモチベーションとかあるじゃないですか多分あのトレーニングだと思うんですよトレーニングというか、まあ、まあ例えば勉強も勉強するトレーニングがないとまあ頭良くなんないですよね だからそのメンタルとか全部はその反復で、あのー、トレーニングしないと、うん、ダメっていう。久保さんとか僕とかもそうだと思うんだけども多分いろいろな経験積んできたから今の考え方昔の考え方と今の考え方は、まあ、全く違うと思います。なんで違うかっていうとトレーニング積み上げてきた結果変わった、まあ、筋肉量が変わっただから今はマッチョになったってことですね。 その筋肉もは見えますけど脳の脳がマッチョになるって見えないじゃないですか筋トレすると筋肉がついてねマッチョになるけども脳って見えないんであれなんですけどもでもそのトレーニングすることによって多分僕と久保さんは今マッチョだと思いますかなりマッチョだと思いますよだからねまあみんなそのやっぱ見えないものってやんないんですよねなんか筋トレが好きな人の名言なんだけども 筋トレは余裕だと。なぜならば見えるからっていう。やったことが見えるからで余裕でできるっていう。これ結構名言だと思うんですよ。かちょっと誰が言ったかわかんないですけど、筋トレ好きな人がね、なんか言ってた言葉で。見えるんだからできるでしょっていう。<laughs> やったことが結果にとして現れるから、いや、できるじゃんっていう。だけど、の脳の筋肉って見えないんですよね。<laughs> 見えない。 うん、だからな、見えないものでもやっぱトレーニングが必要だから、まあ、今回久保さんが1万時間みたいな話をしてましたけど、じゃトレーニングする上で何が大事かっていうと、どれぐらいの時間をかけたかっていう話じゃないですか、もちろん質もある、質も大事ですよ、質も大事だけども、じゃあイチロー選手はね、素振り1回、すげえ素振りを1回だけしてる、練習終わり、素振り1回、質はすげえ高いと、世界一の質、素振り1回。 それでメジャーリーグで何年も活躍するってできると思います質めちゃめちゃいいんですよ。素振り1回の練習。素振り1回の練習。めちゃめちゃ質がいい。世界一の素振り。質はいい。でも、<laughs> じゃあその素振り1回の時間って何分ですかね ?1、2、3。まあ、10秒圏内でしょどうですかじゃあ素振りに10秒かけました。その10秒でメジャーリーグで活躍できると思います 多分イチロー選手はお他の人に比べると間違いなく100%まあイチロー選手以外もそうなんだけどプロ野球選手は他の人と何が違う分かりやすく何が違うのかっていうと野球にかけた野球に関することにかけた時間が全然違うってことです例えばイチロー選手クラス、まあ、プロ野球選手クラスになると食事すらねっ、まあ、野球で飯食ってるわけですからその食事すらね野球のことを考えるわけですよねっ そうですよねよくそのプロアスリートとか食事も気を使ってるわけじゃないですか体使う商売はだからそこに結局時間かけてるわけですよねその考える時間食,食事の献立とかねバランスとかそこにも考えてるしそこにもう時間費やしてるだろうし食事に対してのねしっかりとるとかうんだからまあかけた時間 分かりやすいで,すよ、ね、でも多くの人はやっぱそこまでかけないかららそうう実らなななないいいんじゃないかなっていうなんかねあの僕はいつも言ってるんですけども年商100億の会社を作れとかね年月間で1億稼ぎましょうって言ってるわけじゃないんですよ100万なんですよで100万も100万なんでって思うんだったらじゃあ1万円でいいじゃないですか。 じゃあ3000円でいいじゃないですかっていう。落とせばいいじゃないですか。じゃあ3000円を稼いでるんですかっていう。1000円でもいいじゃないですか。月1000円稼ぐで。じゃあそれはクリアしてるんですか ?1 年クリアしましたか ?2 年クリアしましたか ?1000 円毎月稼いでますかと。やってないですよね。これね、あの、非現実的な話ですかって話なんですよ。ちゃんと勉強してやって1000円を毎月稼ぐって難しいことですか多分、これはできるんですよ。 でもそれをできるんだけどやってないから1000円も毎月稼げないし1000円も毎月稼げないってことは100万なんか絶対いかないですよね。うん。もちろんその僕は年商100億を目指してた時ありますけど年商100億は難しいと思います。全員が年商100億に稼げるかっていうと難しいかなと思いますけども僕はちゃんと勉強すれば全員1000円ぐらいは稼げると思います。 ちゃんと勉強してやればね。だってみんなの銀行紹介すればいいじゃないですか、今だったら。<laughs> 月で1000円ですよ。え月っていうね、毎その30日ぐらいのね時間あって、みんなの銀行を1人にも紹介できないっていう、ありえの罠みたいな。ちゃんとやってね。 まあ、ネ,ットネットビジネスって僕はまああのやっぱいろんなお客さんをこう反面教師で見てきてもよかったなと思いますねあだからだから稼げるんだだから負けないなと思うしだから稼げるこれからも稼げるだろうって確信しか生まれないですよねうんそれはやっぱこの億万長者合宿でも言いますけ言ってるけれどもそもそもこの動画っていうのは億万長者合宿を売るために始めたわけなんだけども 億万長女合宿参加した人ですらですすらよ多分、全員やってるってことはないでしょうね。湯河原まで来て、億万長者合宿高い金払って来て、参加までしてね、泊まり込みで来て、もうやめてる人、ほとんどじゃないですかね、と。まあ、聞いてないんで分かんないんですけど、これ予測なんだ。予測が外れてもらえば、それはそれで嬉しいことですけどね。多分、ほとんどの人がやってないんじゃないかなと。やってたら多分ね、 久保さんとか僕に何か報告来ますよ。久保さん来ました。億万長者が合宿に参加して、まあ億万長者とは言わ,言わなかまでは言ってないですけども、まあ月100万ぐらいだったら稼げるようになりましたっていう報告来ました。億万長者合宿に参加されてる方の中から。多分来てないですよね。僕も来てないですもん。うん。それが100万じゃなくてもいいですよ。10万でもいいですよ。 でまだすいません、10万ですけど、10万ぐらいは毎月稼げるようになりましたって報告ね、来てないですね。合宿参加者の方から。でも、合宿参加した人って、少なくとも億稼ぐぞみたいな話だったわけじゃないですか <laughs>。億稼ぐぞって言うて、月10万もこう稼げてないっていうんじゃないかなっていう、わかんないですよ。報告がないので。報告がないんでわかんないですけど。うん。まあ、非常に残念ですよね。 時間をかけていきましょういってらっしゃい